はい、皆さん、はじめまして。さ、今日ですね、今から、まあ、授業というかですね、まあ、ちょっと一つのコーナーみたいな形になるんですけども、担当させていただきます、北林と申します。よろしくお願いいたします。私は普段はですね、高校生を相手に世界史を教えているんですけれども、今日はですね、まあ、その、日本とか世界とか関係なく、ちょっと歴史の話をしたいと思います。さて、今日なんですが、さあ、なんだかタイトルが出てまいりました。はい。デキトークなんてね、なんかどっかの番組これ見ましたね、こんなんね。こういうの見たことあるかもしれませんけれども、ちょっと今日はですね、はい。あるテーマに共通する人物たちに、時代とか地域を超えて、世界中から集まっていただいてトークをしていただく。まあ、そういうコーナーを今回設けさせていただきました。で、まあ、今日の話を聞いて、ちょっと物知りになれたらラッキー。そんな感じで、楽しく聞いていただければいいと思います。それでは、本日は4人の方に集まっていただくことになりました。それでは、人物を紹介してみましょう。はい、皆さんは拍手で迎えてください。うんボタンをダダダダダダダーと何回も押してください。いいでしょうか？はい、それでは、はい、本日、来ていただいたのは、ありがとうございます。ね、はい、拍手ありがとうございます。はい、本日来ていただきましたのは、左から行きましょう。フランスから、ルイ14世さん、そして日本からは豊臣秀吉さん。で、エジプトからは、クフ王さん、そして中国からは、秦の始皇帝さん。結構有名な方々に集まっていただきました。さて、まあ、この方々にいろんなことを聞きながらトークを展開していきたいと思います。さあ、ところがね、これ、何の共通点があるのかって、こう、一見わかんないですよね。ちょっと聞いてみたいと思います。さあ、皆さんはどんな共通点のある人物なんですか？はい。実は、はい。私たちは、歴史に残る有名な建造物を作った人物ですと。はい、このような共通点で皆さんに集まっていただきました。というわけで今日は歴史に残る有名な建造物、いろいろお話ししていきたいと思います。では古い時代の順に皆さんが建てた建造物について存分に自慢していただきたいと思います。よろしいでしょうか？はい。さあ、では、順に見ていきますね。はい。はい、まずは、トップバッターです。トップバッター、エジプトのクフ王さん、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんまた拍手、うんボタンを連打してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、このクフ王という人が聞いたことある人いると思います。どんな人か。ちょっと簡単にプロフィールを紹介しておきましょう。さて、このクフ王という人はですね、紀元前の26世紀、今から4400年前の人です。もうなんかもうよくわかりません。日本だと縄文時代とかね、もう全然わかんないですね。在位期間が紀元前2589年から紀元前2566年と、もうなんかもう言うのもしんどいぐらい、こう、めちゃめちゃ古いんですけど、エジプトの王様です。エジプトではね、王様はね、神様扱いされたんですね。神の化身とか、神の生まれ変わりとか、そういう風に言われてたんでしょ。このエジプトの神、エジプトの王様のことね、ファラオって言うんですよね。はい。では、このクフ王という人なんですけどね、何をした人か。はい。写真、見えますかね？写真見えますかね？はい。クフ王さんに言ってます。私は現在も残る、ギゼ、ギザの三大ピラミッドの最も大きなピラミッドを作ったのだよと。なんかめっちゃ自慢しています。はい。クフ王さんのピラミッドってこれなんですね。これなんです。今画面に私丸つけました。わかります？これなんです。一見見ると真ん中の方が大きく見えるんですけども、実はこの端のこれが一番大きいです。皆さんピラミッドって知ってますよね？知ってる人はうんボタンを押してください。ピラミッドってのは知ってると思います。うんボタン。はい、ありがとうございます。これね、大きさとか考えたことあんまりないと思うんですよね。ちょっと実際ね、解説をしてみたいと思います。さあ、クフ王のピラミッド、
ちょっと見てみましょう。すごいですね。これ四角錐っていうふうに言ってね、上から見るとね、正方形なんですね。正方形、四角ね。で、横から見るとこに三角形なんですけども、すごいですね。高さが約 138.7 メートル。で、当時は146メートル。これ、当時と高さ違うのはなんでかってことなんですけど、実はね、これ表面。今の皆さんピラミッドってこう、石でこう、段々になってるイメージあるでしょ？昔はね、これ、表面に白い大理石貼ってたんです。だからちょっと昔は高かったんですね。さっきの画面を見ると、わかるかな？ほら、ここの真ん中のやつ見たら、ちょっとこう表面なんか貼ってあるんじゃ見えるでしょ？うん。そうそう。昔はね、ピラミッドって表面に大理石を白いの貼って、つるっとしたこの三角形みたいな。ね。そう。だから、ちょっと今と昔っていうのは高さがちょっと違います。でもそれでもめちゃめちゃ高い。一辺は、すごいね、230.37 メートル。すごいね、これ。平均 2.5 トンの石灰岩を、約270万から280万個積み上げて20年以上かけて作ったと。これはすごいですね。2.5 トンっていうことですから、普通の自動車の2台分ぐらいです。これすごいですよ。こういうのを270万個、280万個積み上げたって、どんな作業なんやろうと思いますけどね。こういうのをやって作ったんですね。で、ちなみに、いきますよ。よいしょ。高さ見ましょう。高さ、これすごいですね。アメリカの自由の女神よりも高いです。そして、これ、茨城県にある、牛久大仏っていうのがあるんですけどね。これはブロンズ像としては、世界最大なんですけどね。これよりも高い。この高さはすごい。もちろんだから、まあ、こう関西に住んでらっしゃる方、大阪城とかその知ってると思いますけども、そういうのもよりも高いですね。これは凄まじくでかいです、はい。さあ、こんなピラミッドなんですけど、これなんで作ったのかなと思いますよね。これなんでこんなの作ったのか。ね、ちょっとこう聞いてみます。それにしてもすごいですね。で、なぜこんな大きなものを作ったんですか？クフ王さんの答えは、みんなは墓だと思っているだろう。本当の理由は、内緒じゃ。みんなが大きくなってから調べてくれたまえって、なんか、すごい意地悪されてるみたいなんですけども、はい。実はね、エジプトのピラミッドがなぜ作られたかっていうのは、一応、定説、まあ、で教科書に載っていて、入試とかで出てくるようなんだったら、お墓なんです。ところが、様々な説があって、今でも何のために作ったかは実ははっきりしていません。というのも、お墓だったら、中から、例えば、エジプトだったらミイラとかね、遺体が出てくるはずなんですけど、それがほとんど見つかってない。で、さらには、一人の王様がいくつもピラミッドを作った例というのもあります。なかなかお墓たくさん作る人っていないですもんね。そう、というわけで、実は今も研究が続いてて、説が分かれてるということです。皆さんがまたね、興味があったら、大人になってからいろいろね、調べていただけたらいいかなと思います。というわけで、一人目の人物、クフ王さんでした。ありがとうございました。ということで、皆さん、拍手お願いします。はーい。はい。ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。次です。次が、2番手。中国代表、秦の始皇帝さん、お願いいたします。というわけで、秦の始皇帝さんに出てきていただきました。さあ、秦の始皇帝さんなんですけども、プロフィール行きましょう。まず、いつの時代の人なのかなと。紀元前の259年から紀元前210年頃に生きていた人です。今から約2200年前。これもちょっと想像するのが難しいぐらい古いですね。はい。さあ、で、この人がすごいのは、バラバラだった中国を一つにした。今中国って言うと皆さん、ドンと一個のでっかい国のイメージがあると思うんですけども、実は中国の歴史はバラバラだった方が長いんですね。で、そのバラバラだったその戦国時代っていう戦乱の時代を初めて統一した人なんです。で、それまでは各地に王様がいたんですけども、それを全部一つにしたので、この人は王よりも上の称号として皇帝というのを初めて名乗りました。だからこの人は始皇帝というふうにね、
ファーストエンペラー、ね、始皇帝と言います。本名はなんかちょっと難しい字書いてますけども、もしこの中に高校生がいらして、で入試に出てくるというので言ったら、この姓という名前を覚えておいてください。はい。というわけで、始皇帝さんのプロフィールを簡単に紹介しておきました。では、この人の自慢話を聞きに行きましょう。はい。要はそれまで各国がつなげていた長城を修築してつなげて、いわゆる万里の長城を作ったんだと。さあ、万里の長城出てきてます。ただこれ画面に出てるのがちょっとね、想像する万里の長城と違いますよね。はい。まあ、そういうお話もちょっと兼ねてやっていきたいと思います。では、その始皇帝さんが自慢しているやつ見ていきましょう。さて、まず万里の長城がどんな建造物か見ていこうということなんですが、はい。こちらに地図があります。ありますね。地図があります。で、中国がもともとバラバラでしたよというお話でしたよね。そう、実はね、中国ね、ちょっと私書きますよ。始皇帝が王様になった時ってこれぐらいの大きさなんですよ。彼の秦という国はこれぐらいで、ここに燕という国があったり、姓という国があったり、ここにもこんな感じで国があって、ここにちょっと大きめのこんな国があってっていうふうに、実は中国バラバラだったんです。バラバラでした。で、このバラバラだったのを統一した一つにしたのが始皇帝なのね。で、実は中国、今だったらもっとでかくてこんな感じで、こんな感じででかいんですけども、こんな感じででかいんですけども、昔はね、これぐらいの範囲が中国なんですね。で、ここにいっぱいこういうふうに、わかるかな。ちょっと太い線で書いてみましょう。はい。ここに、今、こう、青でこう引いてますけど、実は各国がそれぞれ長城を作ってたんですよ。それぞれ長城を作ってたんです。で、始皇帝は、これを全部統一してから、一つにつなげた、つなげたんですね。そう。というわけで、始皇帝は万里の長城を、まあ、修築したとか、まあ、そういうふうに言われるわけです。はい。お分かりですかね？大丈夫ですか？で、これ、始皇帝の頃の長城って、こんな感じの、なんかね、すごいこう、盛り付きみたいになってますよね。これだいたい高さ2メートルぐらいなんですよ。盛り土なんですね。さあ、で実は、はい。万里の長城は、どんどん時代が今に近づくにつれてポアップしています。これ今現在、よく観光ガイドとかに載ってるようなやつだと、こういう感じです。はい。今現存する長城は、明の時代以降に、まあ、特に、1400年代の後半ぐらいからどんどん作られていきまして、その後ずっと作られていってました。うん。で、観光で行くことがあったとしたら、おそらくこういうところを登っていきます。なんかこういうふうになって、こんな感じで登っていったりとかするようなルートがあります。はい、でね、中国のね、国家文物局っていうところが、万里の長城、まあ、途切れてるところとか昔の跡とかあるでしょ。ああいうのを全部こう調べたら、すごいね、21,196.18キロと発表しました。で、現在ちゃんと残っているのが、そうね、はい。6,259.6キロ。6000キロですか？もうなんかわけわからないですね。はい。ただね、これね、こうずっとこう繋がってるでしょ？これ今画面が線引いていますけど、こう繋がってるでしょ？わかる？こうね、こう、海から離れて内陸の方に行くと、こっちの方に行きますと、もうだいぶ砂漠でね、こう、どんどん風化していって、なんか崩れてたりとか、あと、この辺の砂漠に住む人たちが、なんかレンガとかで家建てるからって言って、この辺のなんか頂上とかの一部勝手に持って行って、なんかこう、パクっていってね、で、なんか家の一部にしたりとか、なんかそんなにしてて、なんかどんどんなくなっていってるんですよ。うん。さすがにね、これ、世界遺産になったからちゃんと残しててほしいんですけどね。ちょっと中国そういうところ適当ですからね。はい。観光とかで行くのはね、多分この辺の、北京大体この辺なんで、今丸書きましたけど、北京大体この辺なんで、この近辺のやつで見ることが多いかな。はい。ひょっとしたらね、この見てる方の中でもね、私行きたいとかね、言う人いるかもしれないんですけどね。はい。と言ったらね、この辺りですね。この辺りが見られるかもしれません。さあ、そんな万里の長城なんですけど、まあ、後世に引き継がれてパワーアップしてますか？なんでこんなもの長いもの作ったんですか？ちょっと聞いてみます。始皇帝さんの回答は？それはな、中国の支配者がみんな思っていることなんだが、北方からの遊牧騎馬民族が
玉軸強かったからだ、ちょっとこのような回答が来ました。さあ、それではちょっと確認しましょう。はい、あの万里の長城の最初って今言いましたように、こういう盛り土の状態、こう2メートルぐらいの、ね、土持ってる状態が延々とついてる状態だったんですね。で、なぜこんなにしたかっていうと、その中国の北方、さっきの画面ちょっと戻すね。この中国の北方、今私青で描きました、こういうところに、あの馬に乗ってて、そして羊とかヤギとかそういうのを飼って、こうずっと同じところにいるんじゃなくて、移動式のテントみたいなんでずっと生活していく遊牧民というのがたくさんいたんですね。で、その人たちっていうのは、遊牧民っていうのは、まあ、今でもモンゴルとかにはいるんですけども、彼ら生活で馬に乗るっていうのは絶対に外せないんですよ。彼ら馬に乗って移動しているので、その彼らがどっかに攻めに行くとかだったら全部馬なんですよ。で、当時人間が乗る乗り物で一番速いのが馬です。うん、まあ、あのそれスピードだけで言うと、それはまあダチョウとかの方が速いけど、ダチョウは乗らないよな。うん、だからまあ馬が一番速いわけですよ。あともうちょっと砂漠の方に行くとラクダ、これがすごい、まあ、乗り物としては重宝される。で、それに乗ってみんな攻めてくる。で、中国の人たちは基本的に馬が多くないので、あのほとんどこう戦う兵士とかもこう、ね、歩兵って言って、こうあの歩いてこう槍とかでこうやって戦ったりする、ああいう人たちが大半なんですよ。あの馬に、こういう馬に乗ったりするのは大将とかそういう偉い人たちだけだよね。だからそれは世界で一番速い乗り物に乗ってる人たちが集団で攻めてくるって、これめちゃめちゃ怖いんですよ。で、実際よく中国ってずっと歴代の皇帝とかはその北方からのそういう馬乗ってる人たちにすっごい悩まされた。だから始皇帝こんな作って、でこれ2メートルぐらい作っといたら、とりあえずこの当時の馬ってちっちゃいんですよ。今の競馬とかでやってるのは、ああいうすごいスラッと足 の長いかっこいい馬とかじゃなくて、もっとずんぐりしてるの、ちっちゃいの。だからこれぐらいのなんか2メートルぐらいのこういう森しかあったら、なんとか一旦ちょっとブレーキかけられるから、でそこでこう守った、そのためにこういうのを作った。で、さっきのさ、なんかこのめちゃめちゃパワーアップしてるのあったでしょ、まあ、こんなんも延々作るっていうことだから、もうどんだけこのあの中国の歴代の皇帝っていうのが、もうこの北方からの民族を怖がっていたかってね、これは非常によくわかりますね。はい、ここまで大丈夫ですか、私の解説でございますけども。さあ、ではね、始皇帝さん聞いてみましょう。なんか自慢してはる、見てください。他にも要は離山行という巨大なお墓作ってるから、それも自慢しとくぞ。うん、これお墓なんですよ。これお墓って、これ違いますよ。ここです。これ、この今、山みたいな感じの、これ全部お墓だからね。始皇帝のお墓、これピラミッドほどじゃないけど、高さないけど、これもお墓なんですよ。これもめちゃめちゃでかい。で、他にも燃えてしまったけど、なんか、阿房宮っていうのがあったりとか、で、こっち宮殿があったりとかね。それから、お墓の近くには、さっきこっち馬の写真出てきたでしょ、この馬の写真。こういうのとか、あの、実際にいた兵士の、あの、人形みたいなのいっぱい何千体って埋めてる。兵馬俑って言うんですけどね。始皇帝こんなんいっぱい作らせてたんですね。はい。というわけで、ね、初めて皇帝名乗って巨大建造物を建てまくって、もう、なぜスケールが大きい、めちゃめちゃスケールの大きい、そんな君主が、この始皇帝さんという人でした。というわけで始皇帝さん、ありがとうございました。拍手皆さんお願いします。はい。ね。なんかこれ、歴史上の人物、なかなか来ていただく機会ないですからね。ちょっと、私もあの解説というか、司会してて、ちょっと楽しくなってきました。それでは、行きましょう。次です。じゃあ3番手、日本代表。日本代表、豊臣秀吉さん、よろしくお願いいたします。さて、秀吉さん。これもう大阪の人だったらもう特に知ってると思うんですね。はい、これ見てる方、なんか大阪出身の方も結構いると思うんですけど。ね、秀吉さん知ってますよね。そう。もちろん秀吉さんって言ったら、ちょっとプロフィール紹介しておきますけど、知ってますよね。はい。今から400年ちょっとぐらい前の人です。そして、尾張の国。
今の愛知県の農民の生まれとされて、まあ諸説あるんですけどね、ものすごく下の方の身分の人から這い上がっていったって言われてます。で、今川家とか、それからあとね、ほら、織田信長に仕えて、だん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 こう強くなっていって、ね、あの木下藤吉郎ってなったり、羽柴秀吉ってなったりします。で、信長が本能寺の変で亡くなってから、その明智光秀をね、倒しに行って、そして後継者争いにも勝って、その農民での人がですね、とうとう関白とか、ね、太政大臣とかにまでなって、天下統一を成し遂げました。そう、戦国一の出世頭っていうふうに言われるのが彼です。というわけで、豊臣秀吉さんが出てきたって言ったら、もうお分かりですよね。はい、秀吉さん聞いてみましょう。立てたも教えてください。はい、もちろん、よく知ってる通り、あの有名な大阪城を建てたのだよ。これね、大阪城の坂の字なんですけどね、あの今これを使いますよね。うん、あの昔はね、この土辺のこの坂でした。ただあの、この土辺の坂だとね、なんか転がるから縁起が良くないとか、なんかそんなことを言ったとか言わんかったとかで、今はね、この字で書くことが多いですね。まあ、どっち、あの、今の地名はこっちの方、小里辺のこの字の方、ね。昔だったらね、この土辺の坂の方でした。はい。さあ、それでは秀吉さんの大阪城をちょっと見てみましょう。さあ、ちなみに今の天守閣は鉄筋コンクリートでできてて、あの実はね、何回もね、燃えてるんですよね。戦争で燃えたり、雷をして燃えたりとか、そういうのがあって、今は鉄筋コンクリートで昭和の時代に建てられました。はい、そしたら行ったことのある人がいるかもしれません。私もちっちゃい時に来ました。高さ58メートル。ちなみにあの天王寺の近くにある通天閣っていうね、あとはあれ103メートルですか、まだその半分ぐらいです。はい。で、燃える前の最初の頃の大阪城、絵が残ってますけど、これ大阪夏の陣の時のね、やつがこの今、左にあります、この絵で。で、江戸時代初期の図から復元したのが真ん中にあって、そして今のになってる。まあ、どちらかしらその、ものすごいこう、立派な天守閣があって、すごいお城ですよね。で、この大阪の地には、あの、ここってね、すごいこう、周りから攻めにくいらしいんですよ。で、あの、織田信長のね、もうライバルと言っていい、石山本願寺っていうお寺があって、これがすごい強かったんですね。うん。で、石山本願寺はそこの大阪の場からいなくなるんですけども、ここ守るにすごい向いてるわ、ってことで、後々に、豊臣秀吉がそこにお城を構えて、まあ、天下統一のシンボルを建てた。うん。で、豊臣家が滅びて江戸時代になってからは、西日本のね、中心みたいな役割、西日本に睨みを利かせるような、そういう役職、これ大阪城代って言うんですけど、こういうのが置いたりとかして、大阪ってやっぱり西日本の拠点だったんですね。さあ、でですよ。よいしょ。ちょっと。あ、ね、今の大阪城ってね、昔の大阪城って全然大きさ違うんですよ。これ知ってもらうといいかなと思って。これ、皆さんわかります？これ今の大阪城を上から見た写真がここにありますよね。これ。その吹き出しのとこね。これ今の大阪城上から見たところなんですよ。で、それが、だいたいこの昔の地図で言うと、ここになります。で、他のこの赤いとこありますよね。赤いとこ。ここ赤、濃い赤になったところ。これが秀吉の時代の、豊臣家の時代の大阪城なんです。だから、今の4倍以上。うん、これあの、ちょっと濃いめのピンクのこことかは、これは江戸時代にちょっと開発されたところとかなので、ちょっと置いときますね。そう、ここの、この外堀があって、ここ内堀がこうあるんですけども、はい、これ、全部、大阪城だったんですね。で、なんとこの大阪城の建築にはですね、あの大河ドラマでちょっと有名になった黒田官兵衛。あの、V6 の岡田君みたいにイケメンかどうか知りませんけども、黒田官兵衛が関わった時期もあるということで、もう本当に天下の名城、うん、すごいお城だったんですね。で、ちなみにです。あの、大阪出身の人が結構多いかもしれないと思ったので、大阪の人だったら多分地下鉄とか環状線とかわかるかなと思ったんで、こんな感じで出してみました。わかりますか？はい。大阪城に、もし、ね、皆さんがね、こう一人で将来行くとなったら、例えば大阪城公園の駅とか、大阪ビジネスパークの駅とか、こんなところから歩いて行ったりすると思うんですよ。うん。これだからずーっとこう縦になってるのが環状線です。はい。
で、御堂筋線が左端の赤のところになって、ね、社会筋線があって、谷松線があってってこういう風になってますけども、そう考えると、この大阪城の昔の大きさ、もちろん今もすごい大きいですよ。コンサートでなんか大阪城ホールとかね、使ったりするミュージシャン多いですけども、まあ、これだけでもすごいでかいですよ。でも、見てくださいね、もう、めちゃめちゃでかいですよ。うん。というのを、豊臣秀吉は作った。はい、すごいですね。うん。ただね、後にね、徳川家と最後の決戦、もう秀吉が亡くなってからですけども、大阪冬の陣、そしてその後の夏の陣で、この辺のね、周りのお堀が全部埋められてしまったんですね。うん。だから、まあ最後はちょっと倒されてしまうんですけども、これはでもすごいお城だなと思います。さあ、で、秀吉さんっていうと、結構天下取る前からお城作ったって話がいっぱいあるんですよ。一晩で敵の前にドンとでっかいお城建てたとかエピソードあるんですけどね。天下取ってから他に建物をなんか建ててますかってちょっと聞いてみた。そしたら秀吉さんの回答こうでした。他にも京都に聚楽台っていう建物があるから作ったから覚えといて。あ、この建物はもう今はないんです、跡しかないんですけども、すごい絢爛豪華なこうお城みたいな、そういうのを京都に建ててる。ってね、秀吉って言ったらもう超派手好きっていう、なんかそういうイメージ持ってていいかな、ということで、というわけで、農民から身を起こして天下統一、特に大阪では太閤さんっていうふうに、ね、今でも有名ですね。で、茶の湯が好きだし、で、ね、一方では、なんか黄金の茶室作ったり、あんなすごいド派手なお城作ったりっていう、そんな感じでした。はい、それと皆さんありがとうございました。拍手。さあ、いよいよラストの人物。では最後、フランス代表ルイ14世さんをお願いいたします。というわけで、ではルイ14世さんエピソードいきましょう。ルイ14世、今からだって300年ほど前なんで、まあ日本では江戸時代ぐらいですね。うん、徳川吉宗とかあれに近いかな、時代的に言ったら。で、4歳で王様になって、フランスのブルボン朝、ブルボン家、ね、ブルボンっていう名字のお家なんですけども、そこの最盛期、そして太陽王というふうに言われました。もう絶対王政というふうに言われる、その王様が強かった時代の超代表人物。うん、すごいのが、秦は国家なり、ね。秦っていうのは私って意味なんですよ。私が国家だっていうふうに言ったぐらい、もうめちゃめちゃ強い、そういうふうな文章でした。さあ、ではですね、ちょっと見てみましょうか。さあ、この人が建てたのは何かっていうと、はい、フランスに旅行に行った人ならば、必ず一度は訪れるであろう、ベルサイユ宮殿が私が建てたと。はい、ルイ14世、めっちゃ自慢しております。ね。では、ちょっと解説しましょう。これ、すごいね、なんか、わかるかな、これ。画面、噴水がここあって、これ、宮殿、ぶわーっと建物ありますよ。これ、すごいですね。では、ちょっと見てみましょう。はい。パリからですね、22キロ離れた、ベルサイユっていうところに建てられました。これとね、ちょっとパリにあんまりいい思い出がないんですよ。幼くして王様になった時に戦争があって、もうなんか、大臣とかにね、彼ね、こう抱えられながら、ちっちゃい時にね、抱えられながら戦争で逃げ回ったっていうちょっと記憶もあって、なんかちょっとトラウマになってるね。だから、パリ離れてね、昔お父さんの別荘があったとこがあって、そこに建てたんです、宮殿を。ベルサイユっていうところです。この中にもし高校生いらっしゃって、なんか入試とかに将来的にいるんだとかいう人がいたら、バロック式なんていう言葉を覚えておくといいですね。バロック式建築。うん。バロック式っていうのはね、豪華。華麗というキーワードなんですよ。だから超スーパード派手イメージ持っといてね。そう。で、これね、ちょっと中身見ましょうよ、中身。これ一番有名なのがね、鏡の間。うん。儀式やったり、外国のお客さんを招いたりするときにね、使ったり。あと、ここでね、条約結んだり。だから、こう、ずっと歴史見ていくと、戦争とかの、なんか最後の講和条約とかで、ベルサイユ条約ってめっちゃ名前出てくるんですよ。うん、めっちゃ名前出てくるんですけど、だいたいここで結んでる。すごい動画で、超綺麗、うん。で、ここ書いてますね。このベルサイユ宮殿っていうのは、フランス絶対王政の象徴的な建造物。
ルイ14世は王族やその臣下たちをベルサイユ宮殿に住まわせました。そしてその生活のすべてが絶対王政の実現のために利用され、その結果さまざまなルールエチケットマナーが生まれました。そう、もう自分の権威見せつけるために作ったんです、これ。はっきり言うと、毎日の生活が儀式、そんな感じです。そしてね、ベルサイユ宮殿建物以上に実はすごいのが庭園なんです。噴水庭園。今だったらね、機械とかでポンプとかでなんかいろいろこう水汲み上げてとかできるじゃないですか。昔はそんなないから、そう、この噴水いろんなこうなんか設備使って噴水ずっと水出てる状態作ったの。そう、実は宮殿そのものよりも気合い入れて作ったって言われてるのがこの噴水庭園。労働力も宮殿建設が2万5000人に対し、なんと噴水庭園は3万6000人。本気度が違いますね。こんなん建てました。これ行った人とか聞いたらね、すごい綺麗って言ってました。これめちゃめちゃ綺麗です。これこんな噴水を作った理由っていうのがいくつかあって、まず一つは、これベルサイユって結構川から離れてるんですよ。10キロ離れたセーヌ川から水引いてきます。水道橋を作って運んでくるんですけども、ね、要はそんな遠く離れたところから水をいつも引っ張ってきてる。そんだけ引っ張ってこれる自然を変える力が俺にはあるんだぜっていうアピール。そしてこれね、太陽神アポロンの闘争と神の怒りで村人が変えるやトカゲに変えられた像を建てる。これちょっと神話のお話があるんですよ。その神話のお話で、神様にこうなんかこううわーって怒られて、で変えるとかトカゲに変えられた人がいる、その話があるんですけど、わざわざそういうなんか彫刻みたいなの作った。それは、ね、王様が貴族に対して、ルイ14世が貴族に対して、お前ら王に逆らったら許さんからなっていう、そんなアピールがあるし、あと、民衆にこの噴水庭園開放して見学を OK ってね、これは、要は王様すごいぞって民衆に刷り込んでいく。そんないろんなこと考えて、王様強いぜ状態を作りたかった。これが、ベルサイユ宮殿のルイ14世の狙いだったんですね。で、ひょっとしたらね、聞いたことある人いるかもしれません。ベルサイユ宮殿にトイレがなかったっていうような噂がありますね。これはね、半分正しくて半分間違ってます。実は僕らが今考えるようなトイレみたいなのはないんですけども、王族とか、その貴族の中でもすごい身分の高い人とかは、一応そういう個室みたいなのある。トイレみたいな個室があるんですけど、ただね、今みたいに水洗便所みたいなんじゃなくて、こうちょっと大きめな椅子の、ちょっと豪華な、なんか椅子でトイレするみたいな、そういうのが、それを置いてあって、270個で。で、ところが、ここの、このベルサイユ宮殿って、5000人も6000人も働いてるから、その人たちの分がないんですよ。まあ、結局それどうしてたかっていうと、ちょっと汚い話で申し訳ないんですけども、なんか、おまるを用意してあってね、そこに用を足してたと。で、それ、実は、なんか、一部の庭とかになんか捨てたりするもんですから、なんかベルサイユ宮殿ってなんか結構臭くて、だからそれ以降、ルイ15世以降の王様とかをちょっときれいにしなきゃみたいな話になったらしいですね。まあ、なかなかそういうのもね、難しい話ですよね。今とは全然違いますからね。さあ、で、ルイ14世って好き勝手やってるみたいですけど、なんか、時間がうるさい人だったって本当ですかって。そう、実は、めちゃめちゃ真面目に仕事をするタイプで、もう、暦と時計があったら、遠く離れていても王様が今何してるか言えるっていうふうに、家来たちにね、書かれたことがあるし、めちゃめちゃ規則正しく生活するってね。さらに、なんかね、女性にはすごい優しくてね、今日宮廷で働く女性に対しては、もうすごい身分の高い貴婦人から、それこそ当時ね、洗濯とかそういう身の回りをする人たち身分低かったんだけど、そういう洗濯をやってる女性とかに対しても礼儀正しく、こう帽子に手を触れてね、会釈をしたりとかしてた。王様がそんなんするからね、すごい感動すると思う、みんなね。で、宮廷での生活は全て儀式のようにしておった。礼拝はもちろんのこと、単なる、ね、起床、それから食事といった宮廷生活のような、そういった細かなことを儀式のようにしたと。で、一応貴族にもさせたんですけどね、あんまり評判良くなかったみたいですね。それはもう毎日儀式みたいな生活嫌ですもんね。ご飯食べるときからね、寝るときからね、全部儀式で嫌だよね。まあ、こんなルイ14世なんですけど、さっきも言いましたように、自らを権威づけて貴族たちを従わせる。
その舞台がベルサイユ宮殿。私も観光で行きたいです。はい。ちょっとね、一回行こうという計画があったんですけど、ちょっと行けなかったもんですからね。はい。さあ、というわけで、ルイ14世さん、ありがとうございました。拍手。さあ、というわけで、4人の自己紹介、そして自慢話、終わりました。でも、この後ですよね。この人たちがすごい建物とかを建てた後、皆さん、国とか勢力とかどうなりましたか？ちょっと気になるんで、聞いてみたいと思います。まず、クフ王さん。ね。まあ、労働力には、農業ができない時期の農民にアルバイトとして働いてもらってた。ピラミッドって言うと、なんかこう、奴隷を使って、コキ使って、もう、ビシビシ、ムチでしばきながら、働けってやって働かせたイメージがあるけど、実は違うんですね。あの、農業ができない時期のアルバイトとしてね、みんなおいでって働かせた。まあ、だから、20年、30年かけて、あんなでっかいものが作られるわけですね。ただ、この大事業が代々繰り返されてきたので、やっぱり国力は疲弊します。つまり、国としてお金かかってしゃあないわけですね。で、そのピラミッド時代と言われた広告時代がだんだん終焉に向かっていく。ちょっとやりすぎてしまって、ね、ピラミッド時代って言って華やかなそのたくさん建造物あった時代がだんだん終わっていく。ちょっとやりすぎたかなってちょっと反省してらっしゃいますね、これね。うん、では次、秦の始皇帝さん。こちらがね、見てください。農民たちを強制的に働かせたりしてた。だから、世がなくなると翌年には反乱が起こってしまって。そこから5年ほどで秦が滅亡してしまうのだよって、うん、また実は中国ね、戦乱の時代になっちゃったんですよ、うん、またね、戦乱の時代になってしまって、あの、急激にね、いろいろやりすぎたでしょ、始皇帝さん、うん、ちょっとまたこの始皇帝が反省してらっしゃいますね。さあ、そしてや、秀吉さん。わしが亡くなった後は家来の中で争いが起こり、そこから徳川家康殿が天下を取るのだが、最後は徳川家によって大阪夏の陣で豊臣家は滅亡してしまった。大阪城も落城して焼けてしまった。これドラマとかでも出てきましたけど、朝鮮出兵をやったりせずに国内統治にもっと全力を挙げたらよかったかな。うん、ちょっと秀吉さん最後の方はね、いろいろやりすぎたことが多かったですからね、秀吉さんもちょっと反省してありますね。ルイ14世。自分の権威を高めて貴族たちを、ね、手なずけるために毎日舞踏会などを開いたり、あとそのルイ14世がそうそうそう、また対外戦争でほとんど勝てなかった、すっごい軍隊持ってたのに勝てなかった、財政難になっちゃったんですよ。もう国家の財政すごい厳しくなった。でそれが積もり積もってルイ14世、この次の次ですね、すみません、ルイ14世の次の次のルイ16世の時代にフランス革命が起こって王が処刑されてしまうことだった。うん、ルイ16世の時に王様ね、ギロチンにかけられてね、だからじゃあ王妃マリー・アントワネットもギロチンかけられちゃった。うん、あ、ルイ14世も反省してるわ、私が贅沢しなければって。待ってますね。反省してあります。というわけで、みんなちょっとやりすぎましたよねっていう感じですね。あ、しょぼんとしてあるわ。しょぼんとしてあります。はい。ということで、このように、まあ、ちょっとね、大きいもの作りすぎて、ちょっとやりすぎたかなっていう、そんな感じが、皆さん、感想として出てきたみたいです。はい。というわけで、はい。本日、お集まりいただきました、フランスからルイ14世さん、日本からはトヨトミディアスさん、エジプトからはクフ王さん、中国からは秦の始皇帝さん。はい。それでは、ありがとうございました。というわけで、初めてやりました、レイクトーク。いよいよお開きの時間でございます。まあ、あの、歴史って言うと、なんか覚えるとかそういうのがすごい先行すると思うんですけれども、こういうエピソード、みんな人間からね、生きてた人ね、そういう風なエピソードが分かったらね、日本史、世界史が分かるようになると、いろんなことが繋がってきます。はい、というわけで、ね、また機会があったらね、日本とどっか比べるとか、いろんな人物集まってもらうとかっていう風にやってですね、楽しく、勉強、楽しく雑学を増やしていきたいなと思います。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらちょっとなんか思ったこととか書き込んでくれたら嬉しいですよ。はい。ね、初めてお会いしますからね。はい。
まあ、もしよかったらなんかこうね、ちょっと、こう、感じるところがあったら、書いていただけたら、なと思いますけど。はい。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。普段はね、私、世界史ばっかりやってるんで、久々に日本のこととかも触れましたんでね。あ、正しく歴史からありがとうございます。はい。基本的に私、歴史好きですからね。だからね、小学校とかの時もね、そういう歴史の漫画とかあるでしょ？ああいうのずっと読んでたんですよ。だから好きでね、大人になってから勉強して。あ、おもろいですか？ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。もしなんかまたね、やってほしいとかありましたら、一応、準備しておきますので、はい。またお呼びください。はい、ありがとうございます。またです。ああ、もうまた全然よろしくお願いします。本当に。はい。喋っての好きなんでね、これね。まあ、なんか、ね、あ、めまた来た、ありがとうございます。こう、いろんなね、こう、エピソードとかね、いっぱいありますからね、ネタは尽きないので、またいろいろね、させていただきたいなというふうに思います。はい。さあ、では、そろそろ、お開きということにさせていただきましょうかね。では、これにて、終了とさせていただきます。では、チャイム鳴らしますね。お疲れ様でした。じゃあまたねー。